フロレンティーノ・アメギーノ、フロレンティーノ・アメギーノは、アルゼンチンの博物学者、古生物学者、人類学者、動物学者である。イタリア系移民の息子として、ブエノスアイレス州ルハンに生まれる。アメギーノは独学の博物学者であり、パンパ南部の研究を専門とした。彼の化石のコレクションは当時としては、世界で最大級のものであり、地質学、古生物学上の、 数多くの知見を彼にもたらした。アメギノは、またパンパにおける、戦士時代人事逸材の可能性を追求し、人類の起源を、南アメリカ大陸だとする学説を立てた。アメギノは、コルドバ国立大学の動物学の教授、ラプラタ博物館の副館長、ブエノスアイレスにある、国立博物館の館長となった。彼は、糖尿病によって、ブエノスアイレスで死去した。 彼の名誉をたいたて、月面の豊かな海にあるクレーターの一つにアメギノ、クレーターの名が付けられている。また、ブエノスアイレス州の北西部には、フローレンティノアメギノパルティードがあり、その中心街はアメギノと名付けられている。パルティードとは、アルゼンチンの行政区画単位。ありがとうございます。